ドキドキで壊れそうセンパーセンラブ、ヘイ、これだからあのライブでも最初に歌って以来歌ってないから、はい、あ、そうだよね。なんか最初の頃の曲歌いたくなる、ちょっと久しぶりに今の音屋でこの曲歌ったらどうなるんだろうっていう、なるほど、気になる。多分やっぱ僕だけキャリアがやっぱりズバ抜けてみんなより下だったから、あ、そうだったっけ、うん、全然下だから、なんかこの音屋と一緒に、まあ、なんかよくありがちな言い方であれなんですけど、音屋と一緒に僕も多分成長してるので、だからだいぶ違う感じでも一緒な感じっていうか、なんかなる気がするんだよ。俺このメロディーライン超覚えてるわ。本当にそうだったよね。いい曲ですよ、うん、ね、めっちゃいい。そう、サビのあのラインね、独特でなんかフックがあって忘れられないんだよ、うん、耳障りが離れないっていうか、うん、当時からやっぱり曲の良さっていうのは、うん、ひときわ際立ってたなと思いますよね。みんなはるちゃんにきっかけをね、うん、もらうんですよ、ね、もらってるんですよ、うん、俺に音楽、あ、思い出した、もうずっとモノローグでしたね。そうなのよ。ここも全部伝えてないですもんね。全然そう。さ、これはでもずっと今もそうで全然言わねえの。なんかその言いそうで言わないをずっと言ってて、うん、いつもモノローグで俺はこの思いを秘めているっていつも言う。そういうことか。お前も秘めんな。お前も秘めたらどうするんです。そういうことか。何が分かったの今。エスパー。いいラストカットでしたね。結構この話あれですよね、僕思ってたんですけど、うん、重めですよね。そう、リングジさん寂しい人なんでね。そうですよね、うん、やっぱりこう彼は、うん、あのね、そのやっぱ親っていうか家との確執みたいなのがあったり、まあ、そのお母さんのことがあったりっていうんで、はい、こうなんですかね、一見するとチャラ男のような感じだったりとかするんだけど、そのな裏にはね、うん、ちょっと孤独を抱えてるわけですよ、うん、でその孤独を埋められないでいた一匹狼キャラですよ、うん、それがこの、うん、ね、歌と、はい、あとこの、まあ、はるかもいますけどね、はい、ななみさんもいますし、うん、あとまあスタイリッシュとしてみんなと一緒にね、はい、やっていく中でどんどん成長していくっていう、うん、なんだろうな、やっぱりそのゲームやってきたりとか、うん、アニメやったりとかして、それでもまだなんて言うんでしょう、皆さんとあの一緒にアフレコってそんなに回数確かなかったんですよ、うん、俺それまで、うん、だからあのアニメの現場とか結構緊張したりっていう風な部分もあったけど、うん、やっぱその歌をやったりとか、あとライブをやったりとかっていうのを積み重ねていく中で、うん、特にね、あの 1000% のライブなんて本当に俺はみんなに助けてもらったなっていう部分がすごくあって、うん、そこからなんだろう、先輩なんですけど、うん、こう仲間っていうか戦友っていうか、なんかそういう気持ちがものすごくあって、だから別の現場で誰かこう、例えば諏訪部さんとかが別の現場にいると、うん、あ、諏訪部さんが今日いるとかっていう風にちょっと嬉しくなったりとか、そう、気象さんがいるとか、うん、あ、寺島がいるとか、みんな何かみんないるって思うと、うん、なんて言うんでしょうね、こう そこの現場でもこう、なんだろう、すごい楽しくなるというか、すごい安心できるというか、うん、この人がいるから俺安心して、アフレコできるわっていう気持ちになったりとかっていうのはその当時本当にありましたね。そうね、やっぱり関わり深くさ、いろいろやってきたその作品っていうか、うん、だからやっぱね、これを通じてなんかここに関わってる人たちっていうのは、うん、なんか絆があるような ね、そんな気はしますよね。そう、うん、いやだからなんか結構ね、そのライブとかでもなんか下野の後ろでみんなで踊ろうぜみたいな感じで、あ、そうそうそう、ナモトやけ飛び込みでさ、はい、もうなんかノリで出ちゃってタオル振りましたさ、はい、やりましたよ、そういえば。そういや、あれすごく嬉しかったし、うん、個人的にはだからなんかまたああいう機会、俺の曲じゃなくてもなんかまたみんなでこうっていうのを、うん、ね、もう少しなんかいろいろやれたりとかしたらいいなと思いながら、うん、これ最初聞いた時どうでした、この設定。設定、いやでも当時でもまああるっちゃある設定、まあね、人物キャラクター設定だったけど、うん、自分がこういうのやるのって初めてだったもんだから、多分二重人格、まあなんか2人キャラがいるっていうのは、うん、とても興味深くやらせてもらった記憶はあるけどね、うん、すごかったですね。アニメでやると、うん、この短時間に2人いるから、うん、よりギャップがすごいっていうか、あ、すごいなんかセンセーショナルだったなって記憶ある。ああ、やっちゃったよ、ったお兄ちゃん。なよりによって
狙いすましたかのようにさっちゃんのあー出たパワフル怖え怖いねサッチサッチじゃないよあー怖い怖い怖い別のアニメ狂気全身が狂気やばいこの肉体の強さがね、うん、存分に発揮できてますよゴミはゴミ箱に捨てろいい子お前も一緒に捨ててやろうこれいいねいいですよ育ってるよさっちゃん育ってるよこの時すでに仕上がってるんだな新鮮、うん、お来た来たよかったあよかったショーいてくれてよかった、うん、あれほんよってはないよほんよじゃないほんきょーってはないよ、うん、そういうメガネかけてるタイプの子じゃない、ね、違うやつなんでうわ怖いだろうなこれこれ怖えよいやすごいあーピオちゃんやばいやばい怖いってギャップがすごすぎるなちゃん怖いって怖いよ余計怖えよさつきもこれを着てたってことですか、うん、そうだねまあまあねすげえなギャップがいや面白いめっちゃ面白いですねやっぱこうやって見ると今面白い、ね、すげえ面白いこれでもやっぱみんなでこう突っ込みながら見るのが楽しいなこれも一つですよね、うん、家で一人で見るときと全然違う楽しみがあるかわいいかわいいどうしてなんですかん何何まだ目がやっぱ鋭いなこの頃は、うん、そうだよね、うん、やっぱ表情がさマサトの時もそうだったけど、うん、みんなまだちょっと、うん鋭いというか、うん、鋭いね硬い、うん、今のが多分もうちょっと柔らかい顔してますよね、うんうんうん、拒否してる感じがねまだね、うんうん、でもダメなんです、うん、声も暗いしね、うん、いやこれは同じよマサトもそう、ね、暗いもんだんだん柔らかくなってくるんですけどやっぱ一気を聞くと暗いな暗いんだよね、うん、低いのよなんかちょっと、うん、そうそうそうやっぱ心開いてないっていうハヤトの歌だからでしょう皮肉言って一ノ瀬時矢としてちょっと自虐なんですね、うん、ダメなんです一ノ瀬時矢として歌うとするとダメなんですって、まあうん、困ったなどうしたらいいかな歌やめたらスポットもなんかなくなっちゃったなくなっちゃった、うん、歌専用もしくは裏で照明さんがいた、うん、今ちょっと、うん、聞かせてくれてんのでもねそのピアノ弾けなくなったのを直したのはマサト言わんでいいの今本当はここで私もひじり川さんのおかげでおかげでっていう、うん、そしたらもっと心閉ざすからですかもしれないそれダメか、うん、でもなんかお前も仲間だみたいな感じの話はあったよね、うん、だから2000で転校してくるっていうか、うん、そうでしたよね、うん、そう入ってきますからそうこの頃はまだほら空を飛べたりとかさそうっすよね、うん、したはずなんですよ、ね、スーパー能力がそうですねあのいる万能ですからそうっすよね、うん、すごいなこれほらもうあ飛べたあのなんかあの有名なアラビアンの映画みたいですね、そうだねしかも飛んだ後にあキラキラってのが全部出てきますからねしてるわ、うん、なんかいいですねね飛んでるなロマンチックちょっと大人っぽいもんか、ね、もうそうですね、うん、やっぱそっちのミステリアスでそれでちょっとほらこの話では導くとい う, か,、うん、だからそっちの方が前面に出てるんですよ、ね、なるほどね、うん、もしくは本気出すとああなるっていう、ね、出してもらっていいですかね何かを外してボトンと落ちたらこれになるとかああそういうなんかやっぱ高速があるんだ今は、うん、そうそう能力の全部は今出せてないそういうことなんだな、うん、重いものをSomebody's gonna get it.